壊れてるわザリガニ煙。いい魚がいます。
こちら探してみてください。こちら名前おじいさんと言います。おじいさんという魚がいます。ピンク色で、はい、このおじさんに魚の名前がついているんですけども、ここにその隙間、顎の下にヒゲがついていまして、そのヒゲを使って餌を探しているんです。すごいね。ありますよ。トンボだ。あ、あれ、はい、では続いて、はい、トンボの餌を取ってください。はい、続いては、人工授業ですね。フランスの生き餌とかではなく、人間の手によって作ったものです。公営用かな、ですね。お魚いっぱい来た。すごいね。よく食べてるね。すごいね。皆さん気になる生き物とかいたら指さしていただければ、すごく解説します。来た来た、大きいの。おー、来た。おこちらはですね、まだこの餌がまだ小さいので餌だと思ってないですね。今から餌になって活発になっていますね。魚にもご注目してみてください。はい、立っている魚ですね。立ち泳ぎをしている魚、こちらヘコアユという魚です。川の魚、アユの仲間ではありません。はい、こちらは通常こういう風に立ち泳ぎをしていまして、頭を下にして、逆立ちをして泳いでいます。今出てきました。餌はまだかまだかと間違えない様子ですね。下げないか。ちょっとずつ餌が大きくなってきてますね。こちら、ウツボです。ニセゴイシ